津々井右衛門明治24年1月28日は日本の実業家。日本における石鹸工業の創始者として知られる。1833年、武蔵区に磯子村で生まれる。1853年、品川台場の建設資材輸送に携わり、磯子村で切り出した材木や石材を品川まで運んだ。百六十六年には、 横須賀製鉄所の建設に従事。明治に入り、公共事業の建設受け負いから、物資の製造に転身。レンガと灯台の明かり用の菜種油の製造を始めた。後に、灯台用油が植物油から鉱物油に変更されたこともあり、1873年には、レンガと油から撤退。同じ頃、実験を繰り返し石鹸の製造に成功。 1874年には、現在の横浜市南区万成町に、包み石鹸製造所を開設。この時、化粧石鹸の製造も開始している。当初は、経営的に苦戦していたが、明治10年代に入り経営は安定。1881年の売上は2万4000円を超えていた。この頃から、日本各地の博覧会で賞を受賞したり、 各地からの研修生に技術指導をしたりと大きな役割を果たした。この工場は日本で初めて就業規則を定めたことでも知られる。しかし、明治10年代後半には同業者の増加やデフレーションなどにより再び経営は悪化。1890年には包み石鹸製造所は創業を停止した。翌年1月28日には、 つみ自身もインフルエンザに倒れ、その生涯に幕を下ろした。つみのこの内男子は、溶接、女子だけが残ったため事業の後継者はなかった。工場でつみから教えを受けた職人たちは、花王など多くの石鹸メーカーの技術を支えたと考えられている。1989年に開催された横浜博覧会において、 横浜開港資料館に所蔵されていた金型と、筒美の子孫の家に残っていたラベルを使用して、筒美磯植門石鹸が復刻された。磯植門が作った当時の処方では現代人の思考に合わないため、成分や製法は現代のもので製造された。その後2009年に横浜にまつわるオリジナルグッズの企画等を行う株式会社エクスポートにより、 再度復刻されることとなった。製造は玉の肌石鹸に委託し、牛脂を原料として、お母さんの残り香をイメージした香りがつけられた。この石鹸は、磯江門サバンと名付けられ、横浜ランドマークタワーや、横浜赤レンガ倉庫などの店舗で販売されている。2015年には、世界にまだ知られていない、日本が誇るべき、優れた、 地方産品として経済産業省が推進するザワンダー500に選定された。ありがとうございます。